球場の経過をお伝えしました。こちらも1対06回に中田タイムリーヒット、日本ハムが1点を取りました。ラッキーセブン日本ハムの攻撃です。この回は6番からの攻め、楊大寛です。マクレーン続投、7回に入ってきました。左中間大きなフライ、ぐんぐん伸びる、スタンドに入りました。ホームラン、マクレーン打たれてしまいました。6回1失点、7回この回はソロホームランを打たれました。ファイターズ1点を追加、2対0リードを2点に広げました。楊大寛の今シーズン第1号のホームランです。この球いかがでしょうか。甘いっていうかね、先ほどからねずっと高めにはボールが来てたっていう、またこのインサイドを投げたところの意図ですよね、はい、やっぱりもう1点も上げれない長打があるバッターにインコースに甘いボールを行ってしまうっていうところが、まあ狙いすまして打たれたような感じありますね、はい、